こんにちは、遠藤和樹です。石原明の経営のヒントプラス第507回、石原先生よろしくお願いいたします。ということでタイトルコールに皆さんびっくりした人がいるけど、あれどっかで聞いた声かとか思いながらもいろいろしたと思いますけど、今回からあのねナビゲーターというか MC を遠藤さんにお願いすることになりまして、はい、よろしくお願いします。次に3代目ってことだよね。そうなっちゃいますよね。早川さんと石山さんについて、はい、実はあの遠藤さんの方からあの、まあ、それぞれね皆さんがこ うちの番組から育っていくんですけど、はい、本当ですね。確かに、うん、あの実は遠藤さんと僕はあの結構 7,8 年来の付き合いをしてて、ね、付き合いというか私がお世話になってるんですけど、ね、それでそのなんていうの、輝かしくいろんなところでプロデュース活動をしている遠藤さんの方から、はい、ちょっとオファーが来ました。すごいって、遠藤さんなんでうちの MC やってくれるのってことって、まあ、ちょうどねタイミングとして石山くんもいろんなビジネスをしなくちゃって、あれですよね、もともとシンガポール住んでたり、そうですよね、本書いたりいろんなことしてるので、はい、ということで、ついにですね3代目に。でポッドキャストっていくつやってるの、はい、今6個ですね。まあ、全部 MC なんで私自身の番組はないですけど6個、まあ、あれだよね、あのプロデュース業をメインにしてるんでね。ですね、プロデュース業がメインなんでポッドキャスト番組は全体のなんかこう1割ぐらいのバランスで、まあ、プロデュースする中でこの人にはポッドキャストもした方がいいなみたいな感じだったところ で、 で全体のプロデュースの一環でその MC やってるっていう感じ。まさにそんな感じです。幅広いよね。ですね、まあ、いろんな各種の専門家から、はい、芸能系の方からです、ねね、あの伝統芸能に即してる方から、ああ、そう確かにそう、そういうすごいねこの幅の、はい、なんでなんでなんですかね。なんか先生に相談しながらスタートした感じだった気もするんですけど、うんうんうん、まあ、でもベース好奇心に赴くままにやってったら なんで好かれんのそんなに。凄まじいこと聞かれますね。何ですか、好かれてるんですかね。好かれてるじゃん。それで、あと言うことをだんだん聞いて、みんなちゃんとプロデュースされる方もちゃんとこううまくいってるじゃない。あれ、はいはい、なんでなの、あの関係性どうやって作るの。でも本人以上に本人の行く先、うん、多分僕の方が見てるんじゃないかなって思いますけどね。こんな風になる絵があるんだけど、を本人以上になんか多分本当に見えちゃってる。あのほらプロデュースってさ、はい、あのその人のやりたいことをその人がやるんだったらプロデュースいらないよね、うんうん、あそうですね。でまあなかなか難しいでしょ。その人の考えてることをそのまんま持ってったからつって芸能界に行けるわけでもないし、確かに、ね、むしろそれだとダメですもんね。ダメだもんね、はい、だけどなんていうの、本人は本人でそれなりの人だから意思もあるじゃん。実力者ですからね大抵。でそれがまあその遠藤さんのアドバイスによってなやってみようとかね、最初はこう葛藤もあるじゃない。ありますね。でその葛藤を乗り越えてもう分かった遠藤君にもう全て任せるよみたいになっていくには どんなプロセスがあるの。でもやっぱ事件とか必ず起きるように仕向けてはいないですけどあそうか、その人のために本気で相手にこっちがブチ切れるみたいな。あへえ、まあ、そういうシーンあるじゃないですか。失礼だよね今のみたいなシーンとか。そうするとそんなことしてくれる人いないじゃないですか。なるほど、どっちもあるかなですね。そう、なんかそういうのも要素ではあるんじゃないかなって気はしますけ ど、まあ、人間仲良くなる時ってさ大体トラブった時だもんな。ですよね。やっぱそうですか。トラブった時のその姿勢だとか、はい、それが問われるもんな、うん、あ先生もそういうふうにやっぱおっしゃいますか。あだって本当にあのなんていうの、まあ、今回さプレミアムでもちょっとそんなにしたけど、はい、化け物レベル捕まえるのって難しいじゃん。プレミアムちょっと一瞬だけいいですか、うん、プレミアムむちゃくちゃですね。あんなに喋っちゃっていいんですかっていうぐらい喋ってまあ、ね、衝撃受けましたけど、いや、うん、面白すぎですよ、うん、電気の話とかエネルギーをたった2つの要素で分解してシンプルに理解する、うん、あれも絶対聞いた方がいいですよね。まあと思ってやってるけどね。いやあれはちょっとその延長線で今来てるんで、でもそのなんやっぱりその何がない限りは人って接点生まれないし、はいはい、ピンで立っちゃってる人だから、うん、まあそれはそうだよなっていうことだよね。なるほど、あそういうことやってるんだ的な感じでやらせていただいてます。あのなんかこの機会になんか僕もなんかプロデュースしてもらえたら嬉しいなと。とんでもないです。そういうこともありながらこの大変なオファーを受けましてですね、3代目のプロデューサーじゃなくて MC なんで、ね、MC でやらせていただきたいと、はいね、ナビゲーターじゃなくて MC だってじゃあのということでよろしくお願いします。よろしくお願いします、
じゃあ早速ご質問の方をご紹介しちゃっていいですかね、うん、どうぞ。いきたいと思います、はいはい。今回ですね、セールスの不動産売買40代の男性の方からご質問いただいてます、はい。いつもこの人たちは一体どんな生活を送っているのかと想像するも、うん、全くイメージが湧かないでポッドキャストを楽しく聞いているものです。本当にいつもありがとうございます、うん、はい。なぜ今福岡が暑いのでしょうか。自動車メーカーや LINE など福岡に拠点を置く企業が増えているように思います、うん、輸出産業であれば海外に近い場所だからや人件費が安いなどは少なからずわかるのですが、うん、一見輸出など関係ない企業なども福岡に拠点を構えているイメージがあります、うん、昔からなのか今だからなのか、なぜ福岡なのか、先生方の視点からのお話を聞かせていただけると幸いです、はい。また今後子供まだ小さいのですが、子供たちへの進路のアドバイスもドヤ顔でしちゃうような日本または世界の今後はこういう地域が発展するなど俯瞰した流れや理由など知れたら嬉しいです、何卒よろしくお願いいたしますというわけですね、暑い日が続きますがご自愛ください。あ、風邪しちゃいました。これなんか遠藤さんなりの解釈来ましたね。噂の逆質問ですか。でもどう、うん、もう全然わかんないですけど、福岡って実際暑いんですか、やっぱり今。うん、めちゃ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 ですか、うん。私のポッドキャストやらせてもらってるアイデンティティ研究ってやってる、うん、結構企業家でも有名な生田さんって人も今福岡に移って、うん、全ての事業福岡でやって、うん、福岡移ったの、あれ移ったんですよ。はで彼も福岡が暑い、最先端よね。ですね、うん。でボーダレスジャパンってこの間日経で50人ぐらい選ばれた、うん、社長も結構何年か前に福岡移られて、うん、拠点向こうに移して全国展開で活動されてたり、市長もね変わって福岡みたいな、確かに暑い流れはあるんですけど、うん、僕背景知らないんで。僕は行ったことある？あります、あります、何回か行ったことあります、ね、いつぐらいに行った？去年行きましたね、1年前行ってます。どんな感じだった？切り口がね、人に会っちゃっただけなんであんまり産業とか見れてないんで、ただ空港近いですよね、うんうん、あのアクセスは異常値だなと思って、うん、ここから20分そこからこれから福岡ですか？なんか食べた？食べてない。食べた。なんか鍋ぐらいですか？ああ、そうそうか。うん、味はあんまり味、うん。まあ普通か。ですね。僕九州一応出身なんで。あ、そうか。元々の大元でたどると九州なんで。ああ、その、まあ、食事とか。ご先祖がね。そうです。いや、ここに関しては全然話せる余地なしなので、先生にぜひお聞きしたいんですけど。不動産が、はい、不動産全体がどうなっていくかっていうの予測ってある？日本中の不動産ってどんな風な感じになりそうかなみたいなことってあります？なんか不動産の社長たちと話してると、地方都市の不動産が今熱いっつって、かなりどんどん今みんな買ってるのは目の前で見てるんで、例えばどういう風に買ってるんですか？札幌、福岡、結構みんな買い始めてますよね。まあ札幌と福岡でしょ、はい、地方って言ってもね。地方って言っても地方都市ですね今言ってるのは。あとは不動産ですか、うん、いやー、わかんない、そういう観点で見たことないです、ね。あ、本当、はい、どんな風に見てるんですか？不動産ってこれからもう劇的に変わると思うよ。どんな感じなんですか？例えば、はい、まあ、商業地とかっていうけど、駅前の本当にその、なんだろう、商業立地の場所がどんどん上がり、ほうほう、それ以外はどんどん下がる。地方とかの所有率、うん、東京都内、東京の、うん、だから東京都内でも多分相対的にはすごい、なんていうの、高くなるとこと安くなるとこの差が激しくて、格差がで、みんな土地って見てるけど、はい、土地の上に建物が建つでしょ、うんうんうん、ね、でこれまではその高さ制限とかそういうのがあるんだけど、広く取れば高くできるでしょ、はい、広く取って高くできると高いところにいっぱい人が来るよね、うんうんうん、だから周りの住んでる人をそこに全部吸収していくんよ。ほうほうほう、うん、分かる。例えばさ、はい、うん、まあ分かんない、東京駅も今八重洲の方開発してんじゃん、はい、あそこにドドドドって高いビルができると、後ろ側に必ずレジデンスとかできるのよ、はあはあはあ、確かに昼も夜も、はい、もうそこにさ数万人とかってなっちゃうから、そこに便利なものが全部集まっていくわけじゃん、うんうん、だそうしたらさ、15分より先に住んでた人とか30分の人がさ、絡み口みんな移ってくるから、ほう、だから広さを求めないで、うん、なんだろう、土地って言ったらさ、だら周り の住んでる人をその駅前の超巨大な便利な商用ビル、共用ビル、なおかつ住居が全部吸い上げちゃうわけ、
はあ、ほうほう。だからこれまでだったら低さがあったから、半径何メーターとかさ、徒歩10分とか15分のところも値上がり領域だったけど、うんうん、あれがなくなるんじゃない。だ5分以内がすげえ高く、8分10分ダメみたいな。そう、多分俺そんな感じで見てるよ。なんか昔のなんか江戸の城を思い出すような作り方になります、ね、そう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 、城に向かってこう高くなっていって、そうそうそう、そう。それがだからこれまでは低いとこばっかだったから、うん、住むとこも分散してたから土地が上がってるなんだかっていう感じだと思うのね、はいはいはい、それで多分ね、それに引きずられて、それに引きずられて地方土地の不動産は壊滅的な安さになると思う。地方の、うん、でまあその中で、まあ、ちょっと僕がちょっとこう、まあ、すみません、うん、決定ではありません、僕の考え方、はい、ね、それでその中でその地方都市厚い厚いって北海道と福岡なんだけど、はい、それは何でかというと、まあ、北海道はちょっと人口増えてるし、福岡も実は全てのものが揃って実は相対的に不動産がめっちゃ安い。うん、うん、あ、そんだけ便利にもかかわらずってことですか。そうそう、で北海道は多分ね投機的な感じで、多分その集合住宅を個人ベースで買えるとするとか、中小企業の経営者が買えるとしたらギリ北海道ぐらいの利回りでないと結構きつくなるっていうのを、うん、はいはい、東京の土地が高すぎちゃって、儲かるとか高すぎちゃって買えないから、あ、お金が そこまで買えない人たちも流れてる、不動産も企業も買えない、不動産さんも買えない、中途半端なところ、だから売るものとしては北海道が厚いとか福岡が厚いってなってるような予測ね、ほうほう、さっきの話を言うとね、うんうん、でも北海道もさそこまで伸びると思えない、うんうん、で福岡はパッケージとして最高なの。何が言ってね、まあ不動産が安い東京に比べて。だから例えば東京だったら100万のレジデンスが下手すると20万じゃないかな。うん、うん、だからなんだろう、東京都内ですごくいいとこ住もうとするとどれくらいの広さなの、レジデンス どんな感じですか。 2L とか 3L とかですか。そうそう、それが 3L で普通に80とかあったらなるでしょ、70、80万いきますよ、ね、もう大阪みたいになっちゃうの福岡行くと。ああ、だから冷静に考えて何この広さっていうのがもう普通に借りれて、ああ、で実はねこれちょっとあれだけど、男性の数と女性の数が圧倒的に女性が多いんだよ、ね、それは普通の人が生きてモテちゃうらしいんだよ、ね、はいはい、言い方ね、本当本当、はいはい、まあ、需要とバランス、それから物が楽しい、うんうん、移動が楽、うん、東京もすぐ通えちゃうぐらいっていう感じ。確かに。だから住んでみてこんなに住みやすいのか、まあ多分ね一番大きいのは家が広いだと思う。ああ、ちなみに生田さんが住んでる部屋250平米とかでしょ。家賃聞いたらいくらだったっていうくらい。でもここではあれですけど、びっくりするぐらい安いですね。だから多分ね、それで考えた時に総合力で多分賃貸だろうかだよね、買うのはどうかと思うけど、多分それが一番いいから行ってみて、初めて味わってみて便利さと物の美味しさと、だからあれじゃない、動物的にあそこ行ったら住みたくなるんじゃない。ああ、うん、あとは感覚的にやられちゃうんですね。そう、あとはいや感覚的、現実的に住みやすい、はんはんはん、我慢しなくてよくて、コストがすんごい安くて、であと旦那さんが移動するだけの話だから、うんうん、じゃない。確かに。でしょ。そうですね、っていうぐらいの感じで多分僕でも行ったら多分住むかなと思うし、いやだってこれがねホテルの値段と違うんだよね。ホテルの値段は一律だから全国、うん、そうそう、別に福岡のホテルが安いわけでもないし、北海道が安いわけでもないし、ビジネスホテルはビジネスだしって考えた時に、賃貸ってなった瞬間に気づくんですか。もう驚くって。だから下手に 4,5 回行くんだったら、ちゃんとしたホテル泊まるんだったら、うんうん、すっごい部屋借りといてセカンドオフィスにした方がいいっていう、そんな感じらしいよ。なるほどね、うん、へえ。というようなことではないかと思います。福岡がなぜ暑いのでしょうか、はい、石原明志ってこういうことなんですね、はい、でも不動産のこともちょっと分かるから面白いでしょ。いや面白いですね、うん、ちょっとまだまだ聞きたいですが、もしかしてこの番組はもうここで一旦終わるんですか、はい、うわーもったいないけど、はい、楽しかったです、はい、というわけで石原明の経営のヒントプラス第507回でした。石原先生ありがとうございました、はい、ありがとうございます。